何をヘラヘラしている。人間などと慣れ合いおって全く気が覚めた。この魚竜族の恥さらしめ。何のつもりだ小娘、かばい立てする気か。邪魔だ、下がれ。嫌です。サリピー様。生意気な。これは我が魚竜族の問題、人間ごときが出る幕ではない。そこどき。嫌です。愚か者めが、シレットやらが達成できなければ貴様は正義への道を断たれる。貴様の命運はこの私が握っているのだぞ。よしなさい、お嬢さん。この方に逆らってはならんよ。私のことならよい。こんなことは慣れている。年寄りは賢明だな。一時の安い正義感で本分を見失うことは愚の骨頂。それではどのみち正義の器などではないわ。さあ選べ。賢明な判断をし未来をつなぐか、その老いぼれ一匹のために身を滅ぼすのか。さあ。サリー。サリフィ、私は信じるぞ。お前を、お前の決断を。王様、ごめんなさい。私、お妃様にはなれないみたい。バカな貴様、地位と権力を捨ててまでこの老いぼり一匹をかばい立てするのか。そうだよ、およしなさい。お前さん言ったろ、王を支えるためにそばにいたいのだと。ならばここは。だからだよ。こんな風にしていつかお妃様になれたとしても、私は王様のそばにはいられなくなるもの。私は王様の隣に胸を張って立てるようなものになりたいの。そうじゃなきゃ誰も傷つけられない世界を志す王様と同じ未来は見られないから。